どうだろう、ちょっとわかんないんだけど。誰にですか？他にもう登録してある人？わかんないけど。YouTube って確かにどうなんですかね。通知。行く人には行くっていうか、多分設定だよね、それも。受け取る側の設定ですね。ああ、やっぱそういうことか。のはずです。多分これで、ね。すごい。ほんのちょっとの人が気づいてくれている。本当だ。すごい。わ、すごい。気づいてくれてる人がいる。こんな不意打ちで。ほんと、こんな不意打ちなのに。こんな久しぶりなのに。気づいてくれない人たちがいる。すごい。すごい。よくぞ気づいていただきました。そう、みんなね、すごい、YouTube はね、もうみんなすごいチャット出してくれる人が多い。いやー、お久しぶりです。すごい、登録まだしててくれた人たちがいる。いやー、お久しぶりですよね。こんにちは。いやー、みんな元気でした？いや、実はですね、私、新しい YouTube やろうと思って。で、ちょっとまだ、それが、いつ新しい動画を出すことになるかわからないんですけど、一応、この、チャンネルでは一応ご報告しといた方がいいかなと思ったっていうか、もともとはしないつもりだったんですけど、なんか私の趣味のチャンネルにしていこうかなって思ってたんですけど、この YouTube でね、私はずっと、なんていうか、発信をしてたっていう人間で、で、ある日、突然それをやめてしまったっていう状態にあったかなと思って。で、実際に、なんていうか、私は今メインでインスタでね、発信を続けてるんで、そっちの配信を、見つけてくれた方々は、そこからね、情報を取ってくださるっていう状態にあるかなと思うんですけど、でも、それを知らないっていう人たちもいらっしゃったと思うし、だし、なんていうか、YouTube にね、純ちゃん戻ってこないの？っていうような、そういうコメントがついてたりとかするのもちょこちょこ見てたんで、なので、ちょっと、このチャンネルの運営の仕方とはちょっと変わるかなとは思うんですけど、また現実を作っていくっていう、その情報についての、ちょっとチャンネルを新しく、開設しようと思ってて、で、一応そのチャンネルは、概要欄に、この動画の概要欄に貼ってありますので、ご興味がある方は、ぜひそれもチェックしてみてほしいなと思います。いや、皆さんお久しぶりですよね。元気でした？ねえ。嬉しいです。びっくりとか言って。そっちの、木村君こっちで見る？こっち、見れてない？そっち。見れないのか。配信を、私の、あっちから入るんですね。そう、普通に。で、今一緒にいるのが木村君っていう、人がいるんですけど、木村君っていう人が新しいチャンネルを一緒に運営してくれるっていう、男の子で、まあ男の子っていうか、私より12個、一回り年下なんですよ。だからもうなんか、我が弟よ、みたいな。な、みたいな。なんかそんな感じ。お、みたいな。で、木村くんの、今、木村くんと共にっていうか、木村くんが実際、その現実を、自分が意図して作っていくっていう情報をあまり知らないっていう人だったからこそ、木村くんに宿題を出したりとかしながら、現実を作っていくってこういうふうにやるんだよってことをお話とかをしてるんですけど、なんかね、木村くんのね、その宿題の内容がね、結構面白いんですよ。面白いっていうか。だからなんか、ちょっとさ、木村くんちょっと、なんか、ちょっと、はい。なんか、椅子これ使う？ちょっとなんか、すいません。試しにっていうか、なんか、ちょっと議題というか、なんて言ったらいいんだろ時代、え？う。この間っていうか、新しいチャンネルで、出てくる話題になってくるんですけど、1週間使って、あ、木村くんです。木村です。こんにちは。
あの1週間自分が、オーダーを上げてから1週間の間に試しにお金が入ってくるっていうことが起きるのかっていうことをまず、体験してみたらいいよっていう宿題を実はこの間課しててね、はい、うん、でそしたらさめちゃめちゃ上手なのね。すごいんですよ。すごいので、ちょっとそれについての動画は新しいチャンネルからだ出ていくんで、それも乞うご期待なんですけど、ちょっとどういうふうな会話の展開でそれが起きたのかっていうのをぜひぜひ新しいチャンネルチェックしてみてほしいなって思うんですけど、その宿題出したら次の日だっけ？2日後に、とりあえず木村くんは、じゃあ仮に、お金っていうものが入ってきたとしたら一体どういう体験をしてみたいのっていう話を初めにしていて、そしたらいいご飯を食べに行きたい、いいランチを食べに行きたいって言ってたんだよね、はい、うん、だからそれが起きたら嬉しいから、じゃあなぜかわからないけれどお金が入ってくるっていうような、そういうオーダーしてみたらいいよって話をしてて、そしたらその2日後に何だっけ、上司に王将をおごってもらいました。1500、600円の定食、ふとおごってもらいました。うん。そう。で、これだけ聞くとよくわかんないかもしれないんですけど、そう、木村君は、普段さ、お昼ご飯何円くらいの何食べてるって言ったっけ？基本的にはもう500円以内に済ませたくて、もうめっちゃスキヤのランチセット。スキヤ大好きなんだよね。スキヤ大好きです。で、500円以内でいつも、ご飯を、なんていうかな、納める。その料金を納めるってことをやっているっていう状態だったのが、そのオーダーあげた2日後に3倍ですよね、だから料金。はい、そうです。うん。だから、直接的にお金が入ってきたっていうことは起きなかったんだけど、でも、自分が実際に体験したいと願ったもの自体は、ちゃんと体験できちゃったんですよ。そう。すごいですよね。3倍、ほぼ3倍ってか3倍。だって500円以内に済ませてた人が、だって1500円の、ランチ食べれるってなったら3倍じゃん。めちゃくちゃすごいじゃんね。いや、でもほんとびっくりしました。うん、なんか、って本当にやりましたもん。そうで、疑り深いから。めちゃくちゃ疑り深いから。まあまあまあって思ってましたもん。そうだよね。かと思ったらさ、そしたらまた次の日何が起きたんだっけ？次の日は、夜ご飯に、もうその違う、また別の上司にサイゼめっちゃたらふく食べさせてもらいました。そう、だから結局、まあそれはいくらとかっていうのはよくわかんないけど、でも、なんていうか、自分自身が普段その食べるっていう、自分でご飯を食べるよりも、もっと、なんていうか、その豪華なっていうか、食べ方ができたっていうものでしょう。はい。だからさ、それさ、逆にさ、何を気をつけてたらそれができたの？ああ、何を気をつけてた、うん、まあ、でも本当にその、ランチをした、食べてるとき、いいものを食べてるときの気持ちみたいなのは、なんか、下手くそながら感じるようにはしてて、だけど、それそれ。ただ本当にその、まあ多分これ YouTube でちょっと見ていただければと思うんですけど、その何を食べたいかまでは、やっぱ、想像はしてなかったです、本当その時。ああ、なるほど。ただ、いい飯食って、なんか、ちょっと、うわーって、いいな、うん、まーとかって言ってるものだけ想像し、そのことだけ想像して、うん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 、で、その感情をちょっとだけ味わえてたのかなと思うんですけど、うん、でも本当本当2日3日とかなんで全然最初信じてなかったです。でしょうな。いいんですそれで。そうでもやっぱり今のがすごい大切で、現象ってものを作るときにはとにかく自分自身が一番初めに、トライしなきゃいけない。だからまずはその体験をしているときのその感情感覚なんですよ。この感情感覚っていうものを捉えに行くっていうことがすごい大切で、今の自分でその現象が叶った時のその感情感覚っていうものを味わうことができていれば、その周波数、その振動数っていうものに自分がなってしまって、その体験っていうものは当たり前にできるっていうものになるわけじゃないですか。だからもうナイスなんですよね。ナイスすぎるアクションが。ありがとうございます。おめでとうございます。だし、もうさ、木村くんはなんかでも質問力が素晴らしいから、なんか、なんていうか、同期にマウントが取りたいという理由で、なんか、いろんな夢を叶えていきたいらしいんですけど、はい、そう、だからなんか、あれこれ私のだっけ？そうです。うん。そう、でもそっちは、
原動力にするのはマウントが取りたいとか優越感に浸るみたいな、そういう思いっていうのは原動力にしてもいいけど、想像力には使うなって話をしてて、はい、そう。でもなんかその質問力が素晴らしいから、ぜひちょっとみんなにもその新しい YouTube を解説した時には ご興味がある方は見てみてほしいなと思って、ぜひお願いします。なんかあれかな、なんかある、いやなんか特になんだろう、すいません、なんか僕なんかが、かいや、だってみんな、純子さんのやつ受けたいというか、こんなマンツーマンでね、話してもらいたいだろうなと思って。そうなんいや、ですよ、絶対。おお、そうか。なんかじゃあちょっとチャットを拾っていこうか、ちょろ。ちょっとすごく久しぶりだからあれなんですけど、なんか、はははトモモさん、イメージが苦手です。ウキウキしたいのに。あのね、トモモさん、こういう時はね、イメージを自分一人でしようとしないことです。今はさ、検索したらさ、携帯とかで検索したらさ、いろんな画像とか映像が見れる時代じゃないですか。だから、イメージが苦手っておっしゃってたけど、例えば、じゃあ、トモモさんっていう人が未来でこういう風な生活をしていたいなっていうのが、ぼんやりとでも分かってきたら、それは、じゃあ、その時のトモモさんは、どういうお家に住んでるのかなとか、あとはじゃあどういう洋服を着てるのかなとか、どういうレストランでお食事してるのかなっていうのを、なんとなく自分の中でイメージしようとしてみてほしいんだけど、で、この時にイメージがしづらい人がいて当然なんですよ。人間って基本的にイメージって苦手って言われてるから、そしたら、私はどういうお家に住んでるんだろうっていうことを、まず自分の頭で考えるんじゃなくて、検索すんの。携帯で、素敵なお家とか、なんでもいいんだけど、なんとなく、こういう、値段このくらいのお家とか、なんでもいいんですよ。で、そうやって検索かけたら勝手にイメージできるじゃん。家っていうものの画像とかさ、そういう映像が出てきてくれたら、まあ、こういうお家に住んでみたいとかって思ったりとかさ、あとはじゃあどういう風なお洋服を私着てるんだろうかとかって思った時に、それをただ普通にイメージするんじゃなくて、洋服、おしゃれとかで検索するんですよ、とにかく。で、それを見てるうちにだんだんイメージっていうものが湧いてくるっていうものだから、イメージが苦手っていう人は頭で考えようとしないでください。検索。検索して。いや、マジで。検索さえしてくれれば勝手にイメージ湧いてくるじゃん、だって。だって、じゃおしゃれな洋服が出てきました。出てきた時にさ、じゃあ、いや、私はスカートじゃなくてズボンがいいなとかって思ってみたりとか、あとはなんかここら辺なんかパフッとしてるけど、パフよりもスパーミの方がいいなとか、もうそういうのありますよねとか。で、なんか出てくればさ、勝手にイメージ湧いてくるじゃん。うん。だから検索をしてください。そう。その方がちゃんと感情湧き上がってきてくれるから。で、もう感情感覚なんですよ。とにかく味わっててほしいのは。うん。だからイメージが苦手な人は、とにかくイメージが苦手な人は検索。まあでも、イメージが苦手じゃなくても検索の方がいいな。映像、画像をうまく使うこと。この、なんだ、時代の、この時代の、この、なんていうのかな、便利さをうまく使った方がいい。そこに、利用した方がいい。なんていうか、変なニュースとか、なんか、気持ちが落ち込むような情報とかを見て、落ち込むために、自分の気持ちを乱すために情報、この情報化社会の情報を使うんじゃなくて、自分の作りたい現象を作っていく、そういうイマジネーションだったりだとか、そのイメージってものをしていくために、この情報社会にある情報をうまく使った方がいい。うん。情報の取り方間違っちゃってる人結構いたりとかするから、うん、自分の気持ちが上がっていくとか、自分自身のこれからの豊かな生活だったり、豊かな人生を構築していくために、この今のこの時代の、情報の多さっていうものを使ったら、もう、なんていうか、人生もらったも同然ですよね。もらったな、みたいな。でも本当にそういうことじゃん。そうですね。まあ、イメージつきやすいのは、そう。うん、はい、確かに。そう。だから、木村くんの場合は、今回は、じゃどういうランチを食べたいかまではイメージしてなかったわけでしょ。はい、だからそれであれば、今後は、じゃあ、今度はこういうランチを食べたいなっていうものをちょっと観測をした方がいいと思うし、で、実際それはどういうものなのかをそれこそ検索とかしながら見定めておいたらいいと思う。はい。うん、やってみます。お願いします。
いい世の中になった。そうなんですよね。そういうところに情報を使えばいい世の中になってるんですよ。うん、情報の使い方ね、本当にね、自分にとっての、本当にプラス、肥やしになるものとして使ったらいい。うん、得れるものはうまく使っていきます。ぜひ。食べたいものを検索してみようかな。ぜひ。ぜひ。そしてその時の感情をぜひぜひ味わっておいてください。で、できれば、近いもので、近いものっていうか、さっきね、ちょっと木村君にも言ってたんですけど、木村君、ちょっといい？はい。これさ、ちょっと完全に講義が始まる。本気じゃねえか、こいつってね。基本的に現実を想像するときに大切になるのって自分自身の気持ち。気持ちっていうものが楽とか軽いとか、そういう部分の気持ちを維持することがすごく大切って言われるんですね。うん。だから、それで考えると気持ちが楽とか気持ちが軽いっていうその状態って、やっぱりこういう。まさにさっきの。そう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 。これとか。なんだろうね。嬉しい、喜ばしい、なんか。えつ。あ、えつね。ほんとほんと。これも言ってたもんね。えつとか、これだね。満足。そう、満足とか。まあ、ほんといろいろあるとは思うんですけど、こういうさ、自分自身がすごくこう感じていて、なんかすごいこう、ほんとに、いやーもうほんと生きててよかったーみたいな感じになるっていう、こういうエネルギーっていうものを感じていると、気持ちは楽。であり、そして軽いっていう状態になるわけじゃないですか。うん。なんだけど、皆さんちょっとね、オーダーとかを自分自身の、じゃあ今後作りたい体験っていうものを作っていくっていう時に、ちょっと覚えておいていただきたいのが、実は、これっていう感覚っていうものを、味わえるオーダーと味わえないオーダーがあるんですね、実は。で、一体それってどういうことかっていうと、今の自分、いますね。今の自分から、ちょっと遠すぎる自分をオーダーするっていうことをやると、実は自分の気持ちって、無意識のうちに落ちちゃってて重くなってるっていう状態になるんですよ。うん。だから、気持ちっていうものが、この、重いという状態になり、これが真逆の、重いという状態になり、楽しいというよりはちょっと苦しいっていう感じかな。苦しいという状態になる、オーダーがあって、で、それっていうのは一体どういうことかっていうと、今の自分からとても遠いと感じるものに関しては、実は気持ちが苦しくなり重くなるっていうことが起きてるんですね。だから、これってどういうことかっていうと、さっき、木村くんは、自分自身は、ってかね、オーダーあげたんだけど、イメージが本当湧かないんですっていうことを、相談してくれたの、さっき実は。で、それを聞いてたらさ、要は、今の木村くんの年収っていうものの、倍以上の年収を、まずオーダーあげてたんですよ、木村くんがね。で、それを、あげたはいいんだけど、その後に自分自身が、じゃあこのくらいの練習になりたいっていうオーダーをあげながら、自分の中で若干、本当にそれって叶うのかなっていう、多分その意識体が出てきてしまっていて、要は今の自分から、ちょっとそのオーダーが遠すぎて、なんかリアルにそれをワクワクとしながら想像ができないっていう状態になっちゃってたんですね。うん。なので、木村くんに伝えました。あのねって、
あのオーダーってそういう大きめのものとか遠いものをオーダーするのはとっても大切なことではあるんだけど、そのやり方によっては逆にこうやって自分が知らないうちにちょっと気持ちが重くなって、本当にそんなこと起きるのかなっていう感じのが、その潜在的に生まれ、そういう感覚が、芽生えてきながら、気がついたらっていうか自分の無意識のうちに気持ちが重くなって、なんかなんだったら今の自分とのその乖離がありすぎて、ちょっとその憧れの自分とのその差がありすぎて、なんか悲しいなみたいな感じになってきちゃうみたいなっていうことが起きたりとかしてるっていう状態にあるのは非常にもったいないというか、あまりそれはしない方がいいから、だからこの遠目のものをオーダー上げっぱなしにしとくっていう状態はあってほしいんだけど、でも、イメージが湧いてこない時点で、細かなイメージ、まあ、要は、年収が、じゃあその時は、1000万になりたいってことを言ってたわけなんですけど、それを得てる時の自分の、その生活のスタイルっていうものが全然イメージできないっていうふうになっちゃってたから、それだったら、もっと、今の自分から近いところのイメージをしてって話をしてたんですよ。近いところ。だから、今の年収って、あれか？大丈夫です。420万です。いや、言うてくれました。今、木村君は年収が420万だそうなんですよ。じゃあ、それであれば、例えば、年収420万の人が、年収450万になるっていうものであれば、差額が30万っていうものになって、そしてじゃあこれを月で計算したら、12、12、2万円くらい、2万円と、じゃあ3万円くらいか、毎月3万円、あ違うの、3万弱くらいが月収にちょっとプラスされれば、これがなされるわけじゃないですか。450万プラス30万がなされるっていうものになるっていう、これってまあまあいけないこともなさそうじゃないですか。うん。で、こういう、まあまあいけないこともないかな、みたいな感じになってる時って、突然イメージぐわーって湧いてくるの、人って。うん。その、プラス3万円月収で、じゃあプラス2、3万円になったら、俺だったら何するかな、みたいな。っていう、もうリアルな願望がめちゃめちゃ湧いてきてくれるんですよ。だから、この近いという願望にした途端に、また気持ちがこっちに入るの。楽、軽いっていう。で、イメージがうわーっと湧いてきてるから、もう湧いてきたらまた楽しくて楽しくて、嬉しくて嬉しくて、わ、じゃあこれをやろう、あれをやろうみたいな感じで、突然気持ちがさ、本当にさ、軽くなってさ、楽しくなってきてくれた途端に、いろんなイメージ湧いてきてくれて、オーダーダダダダダってこうやって書けるっていう。で、この感じになってくれると現象化はもう本当にもらったと思って大丈夫。うん。イメージができないっていう方たちって、ちょっとね、遠いところを見てる時があるの。で、遠いところを見てても、どん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 いろんなイメージが出てきてるっていう状態。イマジネーション止まりませんみたいな。っていう感じになってる人たちっていうのは、遠くてもちゃんと私だったらいけるっていう、その気軽さ。私だったら大丈夫だっていうところの気軽さとか気楽さを持ってるっていう状態だから、それで全然大丈夫なんですけど、でも、時にイメージが止まるっていうことがあったとしたら、それは自分の中でちょっと遠すぎるって思ってないかいっていうところにちょっと注目しといてください。うん。で、そうなってる時に実は自分の気持ち沈んでるんだよっていうところにも気づいておいてほしい。沈みながらのオーダー叶わないです、絶対。なぜなら源の振動数とだって乖離しちゃってるから。うん。そう。だから、この沈んでるなって、ちょっとイメージ湧き上がってきてねえぞっていうことに気づいたら、ああ、ちょっと無理だって実は思ってんだって、いうことに気づいて、自分の近いところ、もうちょっとここら辺だったらいけるかなみたいな。あ、ここだったらいけるみたいな。なんか、もしかしたら難しいかもしれないけど、いや、でもいけそうな気がするみたいなところを自分の中で探してあげて、その探し当てたところをまずそこもオーダーあげておく。で、そしてそれを、体験してるときにはどんな感情なんだろうっていうことを、湧き上がらせてあげながら、その感情を常にというか、気がついたときには感じられるようにする。っていうことができると、現象化がすごく早い。そしてその現象ってものを体験した後に、
あの、じゃあさらに、もうちょっと、遠すぎない、オーダーをまた上げ直していって、次のステップというか、次の段階のオーダー上げて、あ、今このタイミングでこういう風な感じになってるんだから、ここまでだったらいけるだろうって感じで、ちょっとずつ段階踏んでいくと、気がついたら遠いと思っていた、こういう現象ってものも体験できるよってものだから、ちょっとここのからくりっていうのは知っといてほしいなっていうお話ですね。うん。そう。なんとなく伝わりました。イメージしたら逆に怖いになりました。そうでしょ。それが遠いってこと。あれ、またトモモさん。なんか、私なんか今日トモモさんめっちゃ読むじゃん。ね、なんか今日はトモモさんばっかりなんか目に留まるんですけれども。そう。ぜひぜひ、これね、ここの原理ぜひ知っておいてください。この遠い近いを、なんていうかな、に気づいてあげられるのは自分しかいないから、うん。だから、ちゃんとここっていうことを、なんか理解しながら、着実に、皆さんはね、望む現象を作ってみてください。うん。CM めっちゃ入る。あ、そうなんだ。もう YouTube ってそんな感じなんだ。CM めっちゃ入るってさ、ライブ配信中にも入っちゃうの？多分収益のやつとかのあれ勝手に入っちゃうの？はい。すごいね。そうなんだ。なんか CM 外すにはさ、なんだっけ、YouTube プレミアムに入るかなんか。あ、そうです。でもあと設定もできるらしいよね、なんかね、裏技みたいなこと聞いたことある。そうなんですね。入ってなくても。うん、そう、入ってなくてもある。でももう今最近、はい、あれですもんね、なんか収益化されてないアカウントでも全部もう入ってあ、もう全部、そうそう。だから YouTube ね、もうだからまあみんなとにかくね、YouTube プレミアムに入れて、入ってほしいっていうことでしょ、YouTube からすると。すいません、全然分からないけど、アプリ入れれば、確かにその、広告カットして見れるやつ、確かあった気がします。あ、そうなんだ、はい。っていうのがあるらしいです。え、CM 入ってないよっていう人もいる。なんだろうね、これね。もうしょうがないですよね。今はもう YouTube はさ、もうそういう仕様だから、CM が邪魔っていう人はやっぱプレミアムに入っちゃうのが一番早い気がする。別に、YouTube の回し物なわけじゃないですけど。こんにちは。初めてライブで見れました。あ、そうなんだ。よかったです。すっごく久しぶりに配信してます、YouTube で。1年以上ぶり。そう。で、ちょっと新しい、YouTube を始めてみようかと思って。で、普段は今はインスタから配信しています。切り抜き見まくってました。ああ、そうか。そうそう。切り抜きはね、今私がやってるフェオっていうオンラインコミュニティがあって、そのメンバーさんの中で切り抜きをやりたいって言ってくださってる方たちを募って、そのうちの今8人かな。8人の人たちが、なんか自由に切り抜きしてるっていう状態ですね。切り抜きわかりやすいですよ。わかりやすいよね。めっちゃうまい。僕、本当に勉強したいです。編集。あ、そう。切り抜き箇所。素晴らしい。ああ、よかったです。フェオも入ったんだ。黒カボチャンネルさん、ありがとうございます。嬉しい。そう、ちょうどね、新メンバーさん募集中だから、もし興味ある方いらっしゃったら、インスタの、私のインスタからちょっとチェックしといていただいて。あと数日間は。多分新メンバーさん受け入れるっていう状態にあると思うんで。ありがとうございます。すごい。フェオ入りました。フェオ入ってますよ。すごい。フェオのメンバーさん結構見てくれて。じゅんちゃん、京都満喫しましたか？そうですね。満喫してたのかな？もうちょっと満喫してもいいんじゃないかなって思った。もうちょっと帰ってきてから。鴨川にね、いましたからね。すごい。お、すごい。ちょうど入ろうとしてました。ありがとうございます。嬉しい。行動してるのに毎日退屈です。ずっと人生ストップ状態、なぜ？
その行動が力技になっちゃってるんじゃない？現象を作ろうとして行動してるんじゃないのかな、それって。またガチ喋りそうってあれだけど、ちょっと。全部優しい。あ、大丈夫。ごめんね、ありがとう。はい、木村君。いい人ですね、本当に。現象を作るとか、人生を充実させたいっていう時ほど、そこを狙いに行かないことが大切なんですよ。ちょっと待って、今の行動してるのに毎日退屈です。行動しているのに退屈っていうことが起きてるときって、基本的に、じゃあ何のために行動してんのっていうところを見に行くことが必要になってくるんですけど、なぜあなたは行動してるんですかねっていうところになるんだけど、おそらく行動っていうものをしても退屈だって言ってる人たちって、その行動をすれば何て言うの、それこそ熱そう、わかんないけど、その行動をすれば、こういう感情を味わう、喜ぶとか、楽しいとか、そういう感情を味わう体験ができると思って行動しちゃってるはずなんですね。で、それって、もう意識が外側にあるっていうか、ちょっと想像のステップの、で言われるものからずれちゃってるっていうか、基本的には、これを日々感じているから行動力が湧いてきてくれて、で、そしてその行動した先で、相変わらずこれが感じられるような、というかこの感情が増幅するような、体験ができるっていうものなんですね。だから、逆の、てか逆行してる現実を作っていくとか、自分自身の充実した人生を歩んでいきたいっていう人の生き方と逆行しちゃってんの、ちょっと。だから、行動してもつまらんとか、行動したところで、別に何もなかったじゃんみたいな感じになってる人たちって、まずは、日々っていうか、その毎日とか、今ですね、この今、っていう瞬間に、まずここを保とうとするっていうアクションをかなりおざなりにしているはずです。てか、この感情さえ持っていれば、てか、この感情を味わってるってことを日々にやってる人たちが、つまらないっていう発言ってしないんですよ。だって、一生喜んで生きてるんだよ。別に何もなかろうとも、この世の、この、自分の目の前にあるその世界に何も起きなくても、なんだったらマイナスと感じるような出来事があったとしても、それでも自分自身の、今というその瞬間に感じていたい感情はこれなんだっていうことを定めて、そしてそれをただただ感じて味わって、ああ、なんで幸せなんだろう、この人生みたいな。でも外側ではいろんなこと起きてるみたいな。まあでも私今これ味わってるから幸せだわ、みたいな。みたいな感じで生きてると、勝手に自分の中で、あ、そういえば今日はこれをした方がいいのかもしれない、みたいな感じでひらめきが入ってきちゃって、じゃあそこに動いてみよう、キャキャキャっていう感じで動いてみたら、さらにこれが、喜びだったり、その、っていう、そういう感情が増幅するような体験が待ってて、いや、最高なんですけど、みたいな。っていう感じで生きれるっていう状態になるんですよね。うん。だから多分ここをまず軸に置くっていう感情感覚っていうものを軸に置くっていうことを忘れちゃってるはず。うん。なんか、それを軸に置くことをすっかり忘れ、動けばそういう体験ができるんでしょっていう意識体から動いちゃってて、別に何もないじゃんみたいな感じになるっていう。
そうじゃなくて、常に自分たちが持ってなきゃいけないのは感情感覚なんですよ。自分たちがこの人生で味わっていたい感情感覚を常に真ん中に置いて、それをお守りとして持つじゃないけど、それっていうものを持ちながら一生こうやって動いていれば、それが増幅しちゃうっていう体験ができるだけの話だから、ここの順番間違えないことですね。動いたらなんか起きるんでしょとか、そういう感じっていうか、その逆行した考え方から抜けた方がいい。じゃないと苦しくなるから。その軸がわからないんだよな、ユンさん。なんで？なんか逆にわからない人の感覚がわからないんだわ。スピ動画は行動しろ行動しろと言われることが多いので、いや行動がね、なんかね、むやみやたらにするもんじゃない。なんか行動は絶対した方がいいものなんだけど、むやみやたらにやるのも違うんですよ。バランスなんだよな。準備ができてない状態で行動したって怪我するだけっていう状態もやっぱり置かれますからね。じゃあ、かといって行動しなくていいのかって言ったらそうじゃないから。だからバランスを間違えないことですね。感情が先。本当にそれ。ホワイトボードが見づらいです。そう。ちょっとこれをアーカイブじゃ残すのやめとくか？逆に。私は新しい YouTube がちょっとあるよっていうのだけちょっと一応お伝えしておきたかったなと思って配信したんですけど、一応近づけてはみたけれど。ですね。ちゃんと見えてる人もいる。白光りしちゃうんだよね、これね。蛍光灯が映って。今いる場所が好きじゃないけど、しがらみでここにいなければならないっていう時は。だとしたら、その空間の中での最高を見つけに行くのも大切かも。本当だったら本当に自分の感情感覚っていうものがそこに行けば憔悴するとか衰退するみたいな、なんか自分の感情が削られていく感じがあるのであれば、やはり別の場所に動いてみてほしいなっていうのが本音なんですけど、でも、確かにすぐにそれができない時もあったりするし、あとは、自分自身が変わってない状態で別の場所に移動したとて、自分が変わってないと他の場所に行った時にも同じ体験をするっていうことが起きちゃうんですね。要は自分が体験する世界っていうものって、やっぱり自分自身が作り上げていってるわけだから、体験を変えたい場合は、まずは、環境を変えるっていうものも確かに大切なんだけど、自分自身のあり方も変えることはすごく大切になってくるんです。だからそういう意味でも、じゃあ、今いるその場所があまり好きではないと。っていう時に、好きじゃない時って、の、てか好きじゃないなって思ってるその環境って、やっぱりそこにいるときって、最悪とか最低みたいな、マジで嫌みたいな、そういうものにばっかりフォーカスがかかるじゃん。どうしても。なんだあいつのあの言い方って思ってみたりとか、なんか、なんだったらなんか癖だここみたいな感じになってみたりとか、もうよくわかんないけど、すべてがマイナスのところに意識がいっちゃうじゃん。フォーカスがかかっちゃうじゃん。そう。で、それが、基本的には、やっぱり自分自身の気持ちが落ちてるっていう状態。で、その周波数帯で自分自身が過ごしてるっていうことをやると、やっぱりその周波数帯に、見合った、なんていうかな、その対象物に自分の意識がやっぱり飛んでいっちゃうわけですよ。で、よりもう嫌、みたいな。マジで嫌い、ここ、みたいな。ああ、みたいな感じになるっていうのが人なわけですよね。だから、そこにいるときにも、そのとこにいるときにも、最低、最悪じゃなくて、最高って思えるものって、この空間にないかなっていうことをまず探してみる。
とか、うん、あとは実験の意識でそういう空間にもこの感情を維持できるのかな私っていうことを実験の意識で一回、うん、とその空間に生きてみようとするとかってやってると自分の感情感覚が実は磁石になって外側の世界って広がってってるだけだから、自分自身が朝起きてその職場に行くとかその空間に行く前にまずは何か何でもいいんです。本当何でもいい。自分自身の中で今日味わっていたい感情って何だろうっていうことを一回想像してみる。なんか今日帰ってきた時に、お家に帰ってきた時に、なんかこういう風なセリフ言えてたらいいなとか、こういう感情っていうものを味わえてたら、私多分今日っていう日にすっごく満足できる気がするっていうものがあったとしたら、まあまずそれをちょっと一回想像してみる。朝の時点で。で、朝の時点でそれを想像して、で、そして、あ、この感じを今日は味わいたいなって思ったとしたら、まずはそれを感じて感じて、ここにそれがあるという状態で、それがあるという状態で職場に行ってみる。うん、で、その職場に行きながら、その感情、これですね。こういうものが、しっかりと保たれるのかなっていうことを、ただ普通にじーっとこう、なんていうか、それを育てながら、なんか、自分の中でこれが保たれるのかな、どうかなっていう感じで、ただそこに存在してみる。うん。で、仮に嫌なことがあったとしても、またすぐに、またすぐにっていうか、本当一回嫌だなって思うことがあったらあったで、別にその時にキーって思っても全然いいんですけど、自分がちょっと気持ちが落ち着いてきたら、また、いや、でも私が味わってたい感情ってこっちなんだよなってことに気づいて、その感情をもう一回味わってみるとかっていうことをやってってると、だんだん自分のこの内側にあるその感情感覚が変わってきてくれて、で、それをやってると自分が発する周波数、振動数が変わっちゃうんで、そうすると外側にある世界も変わっていくんですね、うん、だからそういうことが起きるのかなっていう感じで過ごしてみるっていう、まずそこから始めてみるといいかも、うん、意外といい職場だったじゃんっていうところに着地することありますんでね。あ、そう、自分が変わると、そうそう、木村君が刺さってるああ言うて、そうっていう感じ。まあまあ、ちょっとね、突然に配信始めてみましたけど、まあまあ本気で喋っちゃった。とりあえずあれだよね、木村君はさ、あれだよね、なんだっけ、新しいチャンネルまだもうちょっとしてから始める、はい。まだ編集中って言ってたもんね。すいません。もう全然平気。そんな。なので、どのタイミングで、新しい、動画が上がってくるかは全くわからないんですけど、そのうち始まると思うんで、一応お知らせでした。です。ですね。そう、なんかちょっとやってない間に YouTube の仕様がかなり変わっててびっくり、ね、ライブ配信ってなんかもう動画の端っこの方に追いやられてるから、なんかもうさ、動画新しいのがこうやって上がってても、あんまりみんな気づかないのかな。まあ、そうですね。あ、でもフォローしてる人は、登録してる方は、には多分出てくるとは思うんですけど。まあでも、うん、普通に、純子さんのチャンネルに飛んだときには、やっぱ見つけにくいと思います。ああ、なるほど。まあでも、情報って周波数だから、必要な人が結局キャッチするんだろうね。確かに。いい落としどころ。いやでも実際そうじゃんだって、はい。全部エネルギーだからさ。まあ必要な人にだけ届いたらいいかなと思います。ありがとうございます。フェオってアイテム購入必須ですか？そうですね。購入必須っていうよりはついてくるんですよ。ついてくるっていうもので。そう、魔法のアイテム、ボックスをお配りしてるの。お配りしてるっていうか、入ってくれた人には、それがお家に届いちゃう。へえ、面白。そうそう。あれはさ、なんであれがあるかっていうと、それこそ、自分の今にある感覚、感情を変えるためのものなんだよね。全部五感に働きかけるものをお配りしてるんだけど。へえ。そう。だからその、魔法陣のさ、こういうプレートとかがあって、はい、それの上にさ、こうやって水とかを置くと、あれだけでもこのお水の周波数変わるんだけどね。
いや、そう、そういうもの、そういうもの。そう。だから、うんと、ただ普通にお水飲むよりも、その、うんと、プレートの上にこうやって、お水を置いてから飲んでもらうとか、あとじゃあ、はあ、携帯とかもそのプレートの上に置いといてくれると、自分の気持ちを害するような、ただ情報が入ってこなくなりやすくなるとか。へぇ、すげえ。そうそう。そういうのとかがあるから、なんていうか、ご本人のエネルギーっていうものの、なんていうか、その、乱れ起きづらくなるものなんですよ。そう。で、あとは、そのキャンドルだったり、ストーンだったりとか、パロサントとか、その、セージとかを入れて、まあ、とにかく自分の内側がさ、その五感を通して、すごくこう、気持ち、気分が変わるっていうものを入れてて。なので、なんかまあ、いいきっかけにしてほしいなじゃないけど、やっぱり私たち人間って、気持ちをさ、じゃあこっちに整えようって言っても、すぐにできない時ってあるじゃないですか。そういった時に、例えばじゃあ、青磁を焚いて、その香りを嗅ぐだけで、すごい自分の内側が癒されて、それをきっかけに、そこを起点にこっちに感情が移行してくれるっていうことも起きるんですよね。だし、例えばじゃあ、その魔法の、じゃあそのプレートっていうものがあって、そこのお水飲んでみたら、あれ、なんか全然違うじゃん、いつもと、みたいな感じになるだけでも、さっきまで気持ちが沈んでたっていう人が、その、お水を飲んでそこに驚いて、とかって言ってるだけで気がついたらそれを起点にしてこっちに行くとかできるんですよ。そう。だからそういうことが起きたりとかするものを、皆さんにお配りしてるんで、なので、たまにね、なんかあれがなければ、もうちょっと安くならないですかみたいなことを言われるんだけど、いやいや、そこは気にない方がいいでしょみたいな。っていう。でも、それでもどうしてもいらないって言ったらご家族とかにあげてほしいなっていう。なんかそんな感じのものですね、あれは。うん、まあ、ただちょっと新メンバーさん全員が入りきった段階でちょっとフェオのアカウントからそれは説明しようと思っています。そのサコッシュもフェオのなんですか？あ、そう、これね、そうなんだけど、これは非売品。ああ、だからみんなにいいですよね、それ。あ、本当？僕、うん、その撮影の時とかこう入れれたらめっちゃペンとかにめっちゃ使えそうと思ってました。そうだ、みんなにこれ売ってってめちゃくちゃ言われるんだけど。あ、やっぱそうですよね。そう、めちゃくちゃ言われる。これはめっちゃいいと思います。携帯も入れるし。あ、そう、ありがとう。そうなんだけど、売ってないの。売りたくなったらで売ります。そう、あ、そうそう、T シャツもね。そうそうそう。ちょっと気になる方は私のインスタからチェックしてみてください。フェオの、新しい新規のメンバーさんの募集はそっちからしてるから。です。あ、そう、プレートは使ってみてほしいな。プレートはね、何でも上に置いときゃいい感じになってくれるから。うん、ぜひぜひ。じゃあ、もうちょっと今日はこのくらいで、また何かあったらというか、ちょっと自分自身の気持ちが、あ、ここからも配信したいってなった時には、また配信させていただきますね。うん。でも、本当に皆さんとお久しぶりに、こう、交流ができて嬉しかったです。そしてちょっとお元気そうでよかった。うん。本当ね、大丈夫だから、みんなだったら。ちゃんとね、なんていうか、皆さんが望む世界っていうのは必ず作れるから、そういう人たちじゃなかったらこういう情報自体に出会わないですからね。だからそれをしっかりと自分の中で理解しておいてください。自分の望む現象を作れるっていう器がある人じゃなければ、そういう情報に出会うっていうことなんて起きないから。うん。だから、なんて言ったらいいかな。今、実際に、じゃあ自分の中で、その外側の世界がうまくいっていると感じているのか、うまくいってないと感じているのかはわからないけれど、そして自分にとっては今は苦しみの中にいるっていう感覚を持っている人もいるかもしれないけど、でも必ず変われるっていう人たちじゃなかったら、こういう自分が変われるっていう情報自体に出会わないから、うん、だからその自分を信じていてください。うん、大丈夫だから。うん、そうそう。だから大丈夫、私だったらいけるいけるって、ちゃんとそういう、なんていうか、自分自身を称賛する、音、うん、そういう言霊ってものもしっかり自分の内側に響かせながらね、それを響かせてあげて、自分の内側に、そういう音を響かせてると、安心安堵みたいな感情が湧き上がってきてくれるから、そしたらその周波数帯になりながら、またよりそれを感じてしまうような、現象ってものをその後体感するっていうことになりますんで、なので大丈夫、大丈夫。私になったらいけるよっていう音とかをしっかり響かせて日々を過ごしていてください。うん。
いや、こちらこそありがとうございます。久しぶりに会えて嬉しかった。本当に。じゃあみんな元気で過ごしていってね。うん、元気でっていうか。まあなんていうか、今だけで十分なんだけど。十分なんだけどさ。また何かあったら配信します。ありがとうございました。